出張防災ラボ in 国見町大粒の雨が降ってきました。まあ、予報通りといえば予報通りなんですが、週末3連休心配ですよね。今日のメニューはこちらでございます。週末3連休の天気詳しく、それから国見町の今日は防災についてお伝えします。出張防災ラボ国見です。暑かしの里に私来ております。で、暑かしの里はですね。今もう営業しておりまして、たくさんの人で賑わってるんですけれども、橋の方のこれ駐車場なんですけどもね。 あの速攻の U 字工がちょっとガタガタになってしまいまして今、工事がこう進められているこれ、なぜかなんですがそう、今年ですね、3月の、えー、地震があったわけなんです、えー、今年の3月の地震大変大きなですね被害がこの国見町でも出てしまいましたで今日のですね出張防災ラボは、えー、この国見町のですね災害対策について詳しくまずはお伝えをしたいと思います、えー、まずはこちらの VTR からご覧ください え、今年三月の地震の様子です。家が倒れたり。 えー、そして、えー、さまざまですねあの、人的な被害も出ました、まあ、幸いなことに亡くなった方はおられなかったんですが、けが人が15人、こうやってあの東,東北新幹線の、えー、橋脚もですね、だいぶ被害が出てしまった、重火被害が1263棟と、えー、いうことです、そしてきょう私がいます、厚かしの里も、えー、ご覧のように商品がもうぐちゃぐちゃになってしまったということなんですよね。 さあなぜこれだけ大きくなってしまったのかというと、そもそもです、ね、この3月の地震、規模がやっぱり大きかったんです、えー、気象庁のです、ね、震度というのは、この、えー、計測震度計というので、自動的に測ってます、人間の体感じゃないんですね、で6強っていうのは、6以上6.5未満っていうのが、これ、6強と覚えて,てください。 震度7はこの計測震度が6.5以上だと7になる去年2月の地震というのは6.0の計測震度国見は6.1だったんで震度6弱に近い6強だったところが今年3月の地震というのは、えー、なんと震度7に近いこれ6強だったということになります6.4だから去年の2月の地震よりも、えー、揺れが大きかったということになるんですねそんな中でもでもすねあの国見や氷 は被害が大きくなってしまいましたけれども、これは実はですね、福島市の西部から氷、そして国見にかけて、断層、地層の傷が実はここに流れてます。で、この断層というのは、実は揺れが大きくなってしまうんです。なぜ揺れが大きくなってしまうのかというと、 こちらです、断層の沈み込んだ側というのは砂や泥が堆積して軟弱地盤になるところが多い、だから揺れやすい、ですから、えー、福島市西部や郡国見というのはほかのところよりも揺れが大きくなってしまうというそういうリスクを抱えているわけなんです、で、この3月も大きな被害が出てしまったわけなんですけれども、行政の対応はどうだったのかということで、きょうはです、ね、国見町の曳町長に、えー、ゲストに来ていただいております。町長、こんにちは。こんにちは あのこの大きな地震が起きたあとですね、その日のこれ、夜の様子なんですが、これはあれですか、行政の方が集まってるそうですねあの、町職員が集まってる写真ですね、はいあの、とても対応が早かったというふうに聞いているんですけれども、えあの大きな地震、災害があった場合には、町職員はとりあえずあの役場に集合する、そういうふうに決まってますんでね。そのの、決まりの こうやってあの緊急時で招集がかけられているということもあるんですが、そのあとのまた対応も、ちょっとこちらを見ていただきたいんですが、これ、理災証明書の,です、ね、この受け付けなんですが、驚いたのがです、ね、次の日に、理災証明の,あの申し込みがされているということなんですけれども、これ、過去のと比べてみますと。 あの東日本大震災は12日後で、去年2月の地震が4日後で、今年3月が次の日だったということなんですが、これはどういうふうなことなんですかあのやはりこれだけあの災害が頻発しますとね、町職員もその都度その都度反省を繰り返して、でより迅速な対応に努めると、いうそういったそのベースがありましたんでね。あの去年年の反省を踏まえて今年は 翌日に証明書のの交付の受付受を始めたというしっかり準備をされていたということですね、これだけあの大きな災害の中で不安だったのは高齢者の一人暮らしの方だったと思うんですけれども、<ー>この高齢者の一人暮らしの方の声掛けっていうのは、どういうふうにされたんですかあの地区の民生員やあの消防団員、そういった方々がまずあの一人一人気になる。 高齢者の一人暮らしのところに声がけをしてというところがあります。で、実際にあの今年3月の地震の際にも、敷地が自宅から役場庁舎の方に向かう途中で、あの停電の中、あの懐中電灯を持って歩いてる人がいる,なるほどで、ちょっと車を止めて聞きましたらね。民生員の方だったんです。で地区の。 一1人暮らしの高齢者に今、声をかけてるところだからという話を聞いてましたこれは行政だけではなくて、つまり、共助というか、近所というか、そういった民間の方の助けもあって、え国見の方々の命が守られたという、そう,ね、そういう側面があるわけなんですね。はい、ということで,です、ね、はい、ぜひ町長にあの国見のです、ね、防災のポリシーをちょっと書いていただいたんですが、はい、こちらです、はい、言ってください。 幸せに暮らせる街、これが国見町のポリシーになってますこれは今、まあ、まだ半ばだとは思いますけれども、どうううなんででしょうかそうですねあの、町の憲法ともいえる総合計画、その中でこれを実現するためのいろんな施策を掲げてましてね。 それを一つ一つ実行していこうというふうに思っていますあの地震も多いですし、これからまだ水害も多いですから、あのぜひ、町長、よろしくお願いいたします、きょう、ありがとうございました、ありがとうございました、さあ、そのですね、心配なのが台風なんですけれども、あすまでにですね、この熱帯低気圧が台風になりそうなんですで、ちょっとこちらのですね、モニターを見ていただきたいんですけれども、台風となって、あしたの夕方、紀伊半島、あさって東海地方接近。 そして25日には、えー、関東沖へということでこれあの福島県の影響も出てきそうなんですね。